ちは。城西国際大学経営情報学部総合経営学科2年の徳本修平です。那覇西高校出身です。経営のことも学べ、スポーツ指導員の免許も取れることと、サッカー環境とか、サッカーの人生が終わった後の自分が何したいかをはっきり決めれる大学だと思ったからです。関東の多くの人とレベルの高い話やサッカー面でも成長できることです。人間としても成長できたし、一番サッカーしている上でいっぱい揉まれて成長できたと思います。寒さであったり、沖縄にはない電車の乗り方です。プロサッカー選手になることです。誰にも負けない体づくりであったり、意識を高く持って練習に励んでます。おじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃんは自分にサッカーを勧めてくれて本当感謝してます。で、おばあちゃんは朝早くから弁当を作ったり、美味しい料理を自分に提供して、体のこととか気遣ってくれて本当感謝してます。お父さんは本当大変だと思うんですけど、自分が絶対将来成功して親孝行するんで、今本当に迷惑かけると思うんですけど、よろしくお願いします。お姉ちゃん、ヨーシーは帰り迎えたりしてくれて感謝してます。リーノは朝6時から送って、また7時半に迎えに来てっていう生活をしてくれて本当感謝でいっぱいです。いとこの人たちも本当自分を応援してくれて、試合の時は休みを取ったりして見に来てくれるぐらい、言葉ではあんま言ってないんですけど本当感謝してるんで、これからも頑張って絶対プロサッカー選手になるんで、よろしくお願いします。沖縄の高校生の皆さん、早く自分の目標を見つけて、その目標に向かって頑張ってほしいと思います。県外はとても不安なことは多いと思いますが、絶対どこにも一難所はいると思うんで、心配しないで県外に来てください。待っています。千葉県の大学は県人会をやる大学が多く、とても UMR 精神が強いところです。受験千葉りよ、そして千葉県へ連想れ。